ハリー・スミスはアメリカ合衆国のテレビジャーナリスト、アンカー・パーソン。1973年、コロラド州デンバーのラジオ局でキャリアを開始する。地方テレビ局勤務を経て、1986年、CBS ニュースにリポーターとして入社。1987年には特派員となる。ダンラザー時代の CBS イブニングニュースや、 ドキュメンタリー番組に関与した後、1987年から1996年にかけて朝のニューストーク番組 CBS ディスモーニングの共同アンカーを務める。2002年 CBS ディスモーニングの後継番組である g r d s h o の共同アンカーに復帰。2010年に g r d s h o を公案してからは CBS ニュース上級特派員に就任し、 CBS イブニングニュース、フェイス・ザ・ネーション、CBS ニュース・サンデー・モーニングなどで代理アンカーも担当した。2011年3月には、東日本大震災を取材するため日本の宮城県、南三陸町を訪れ、金曜日まで、この町は、美しい場所であり、美しい沿岸部であり、漁業地だった。しかし、 急速な津波がすべてを奪った。この街はまるで爆撃を受けた場所のようになっているとリポートした。2011年7月8日、25年間にわたって勤務した CBS ニュースを退社し、NBC ニュースへ移籍することを発表。8月19日、かつて自身がしばしば代理アンカーを務めた CBS イブニングニュースのライバル番組である NBC。 ナイトリーニュースに代理アンカーとして出演し、NBC の番組に初登場した。10月31日から放送を開始した、ニュースマガジン番組、ロックセンターウィズ、ブライアン・ウィリアムズにも特派員として、レギュラー出演し、同番組の終了後も、NBC ナイトリーニュースや、トゥデイなどに特派員として出演している。ありがとうございます。